アンギャーレイあれ。一瞬に勝負をかける車椅子の騎士。車椅子フェンシングインターネットイニシアティブ所属、笹島孝明、25歳です。車椅子フェンシングはその一瞬で勝負が決まるっていうところと、その一瞬の中でいろいろな戦略が必要なところ、自分の戦略にはまってポイントが取れた時が一番面白いかなと。2年前にスノーボードでジャンプをした時に脊髄を損傷してしまい、下半身不随になりました。その後生活が落ち着いてきた後にスポーツを何か始めたいと思った時に、体験会に参加した時に車椅子フェンシングが一番面白いと感じて取り組み始めました。怪我して正直、人生一変したんですけれど、フェンシングっていう新たな目標ができたので、生きるモチベーションみたいになってるかなと。笹島孝明、その先の自分へ。今日は2020年の東京パラリンピックでメダルを獲得することです。金メダル狙いたい。夢はまだ始まったばかり。さあ、未来へ突き進め。パラドゥ